皆さん、こんにちは。集客コンサルタント、横田修林です。今日お伝えするテーマはこちら。業界別集客アイデア100の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では100の業界を通していろいろな集客法について解説していますが、今日は入りきらなかった事例ということで、居酒屋さんの事例を一つ紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、居酒屋さんとして有名な塚田農場という、会社があります。この会社が始めたサービスで、製薬会社向けの MR 弁当っていうのがあるんですね。これは、右側にちょっと書いてるんですけど、製薬会社がですね、営業マンがですね、近くに、いる、まあ、あるですね、病院の先生方を集めて、弊社の製品をぜひね、薬品、薬を使ってくださいというですね、まあ営業向けのそういう説明会とか講演会というのを企画するんですね。その時にお医者さんに食べてもらうための弁当っていうのが必要なわけですよ。で、いわゆる接待弁当ですから、制約するためにね、契約するための弁当なので、普通のコンビニ弁当じゃダメで、ちょっとね、いい弁当を用意しなきゃいけないわけですね。で、それをまあ2000円ぐらいで、このように販売しているわけなんですね。で、そのランディングページが上に書いてあって、だからといって、初めて申し込むときに、失敗したらまずいわけなので、ね、弁当を出して、この弁当まずいとかっていう先生の機嫌損んでしまったら、契約にならないわけなんで、その、試食できますよと、試食してみて、よかったらぜひ、先生分だけ注文しませんか、みたいな、ホームページがあるんですね。で、このようなものをやっていたら、うまくいったので、一つ、塚田農場として弁当屋っていうお店を作ったんですね、品川駅に。そしたら、それが、近くのセブンイレブンとか並みの弁当が売れてるということらしいんですね。で、まあ、居酒屋さんだから当然鶏肉とかですね、野菜とかっていうものを仕入れてるので、それとうまく組み合わせてですね、商売していくっていうこともできるわけですし、まあ、集客の方法としてですね、このような方法もあるということで、まあ、ポイントになってるのは、法人相手だということなんですよね。法人相手のいいとこっていうのは、注文は1個じゃないっていうことなんですね。100個、200個とかっていう注文を取ることができる。じゃあ、お昼に100個の弁当を売ろうと思ったら、100人のサラリーマンに来てもらわなきゃいけないんだけど、100人のサラリーマンに来てもらうっていうことを約束してくれないですよね。だから、このような仕出し弁当とかね、こういうことを考えなきゃいけないですね。開業の弁当とかっていうのを、取るってことを考えなきゃいけないということですね。はい、ぜひこの辺も考えてみると面白いかなと思います。集客コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。